アルトワックスです。ジュナの6000キロでございます。エアコンの方は、ちゃんと風の量出てますね。かなり冷たい感じは、これはコンプレッサー回ってる感じですね。ヒーターコアが、ダメなんでしょうね。弱くなってるってことで、こっちから漏れてる様子は出てないんですけど、修理オーバーホールですかね、必要かと思います。クラッチがやはり硬いですね。硬いというか遊びが少なくなってる感じですので、オーバーホール必要かと思われます。でシフトのぐらつき、こうやって走って停止時でやってる感じには、バックがちょっと入りづらいですね。入りづらい、クラッチの問題かもしれないですね。いいって なっちゃいますもんね。今入りましたね。ちゃんと動きます。サイドは大丈夫ですね。でパワーウィンドウの方が、動いちゃった。あれ使えてますね。あれ使えてる。カチャってならない、オートのところがカチャってならないで動いちゃっていますけど、軽く押してるとこうやって使えますね。これがカチャってなってないと、今なりましたね。カチャって大丈夫そうですね。エコボタンがついてます。フォグボタンがついてます。で、お客様のハンドル外しておきました。ディープコーンね。オークション会場のオイル漏れ、下回り、サビ、スリット汚れ、ちょっと見ていきましょうかね。フォグランプの負の字がいいっすよね、これね。すごい達筆な感じですけど、ターボタイマーと ETC はついてます。車外マフラーもいい音してますね。シートは、助手席はそんなに使用感、今色あせとかありますけど、大きくひどく感じじゃないですね。禁煙車ではなかったのか、まあ、使用感過去にはあるんでしょうけど、煙い感じもなく、ハブリズムの線もあるんですけど、いい香りします。30にね、6月28日まであるのは大きいですね。後ろはこんな感じですね。ちょっと暗いですけど、全然大丈夫な感じですね。タイヤとりあえず街乗り十分使えますね。ハンコック15555で、ローターにサビは見受けられますけど、車検対応ですね。下回りはサビ調べた方がいいかもしれないですね。あとツヤが落ちてますね。コンパウンドワックスで一生懸命磨けばある程度回復するかもしれませんが、リアスパーツや落ち感と、この際が少し薄さび、運転席はもうへたってるところありますけど、どうせ変えられるんでしたっけ、お客様もね。はい、グローブもぐらついてはいますけど、閉まります。クロスメンバーあたりどうでしょうかね。まあ大丈夫そうですね。後ろの方はそのサビの方がメインだとして、こっちはそれほど大きくは感じないです。クーラントのにじみの香りがしますね。ちょっとですかね、エアクリーナーと。この辺ですね、ヘッドカバーのところからにじみ結構垂れてますね。パッチクリーナーで綺麗にするだけ、とりあえず綺麗にして原因見てってもいいかもしれないです。
まあ、電動スロットルも全然乗ってみるとあんまり違いがわからないぐらい快適に走れると思いますけどね。よく見てこの辺行き、まあ、ホース関係は見てた方がいいかもしれないですね。取り付けステーのぐらつきやります。さっき指導時だけベルト少し鳴きが聞こえましたけど、もうなくなってます。エアコンベルトかもしれないですけどね。ボンネットのツヤはいいですね。結構いいんじゃないですかね。個人的には悪くないと思います。クラッチやってだいぶミッションとかの入りづらい感じとかは解決すると思うんですけど、このちょっとぐらつきがあるっていうんで、確かにこう普通に回りすぎる感じはありますけどね。十分じゃないですかね。車検は普通に受かるレベルかと思うんですけど、いろいろと手直しはやってもいいかと思います。ありがとうございました。目白自動車でした。待って、カタカタしたんですかね。